重ゲ駅は高知県上市と佐山田町重ゲにある四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は D35。JR 四国の駅の中で最も高い標高347メートルに位置し、ここから高知方面に向けて一気に下っていく。天つぼは雨つぼと読む。雨つぼと言われるほど雨がよく降る場所で、当地は現在でも高知県で大雨が降ると、 高水量の上位に頻繁は挙げられている。また、かつて当駅から石原三つるおれ軌道という鉄道が、マンガンを採掘していた、国流鉱山に向かって付設されていた。1952年頃に撤去されたようだが、現在でも土産線をまたいでいた橋梁の橋台や、当時使っていたと思われるレールなどの残骸が残っている。駅構内ホームは二面三線。改札口側に、 短式ホーム1線、古泉橋を渡ると、島式ホーム2線があり、対比や行き違いが可能である。2009年春に長年続けられていた簡易委託による乗車券発売が終了し、現在は完全に無人駅化されている。特急通過駅ではあるが、行き違いのために運転停車することがある。駅舎側から列車の交換風景 JR 四国の普通列車は、 便所が設置されていない車両も多いが、長時間停車することが大井東駅では、駅の施設を利用する時間があるという点で貴重である。なお、車内放送で案内されることもある。2009年4月1日から、上市によるコミュニティバスが、重島地区、重島駅から土佐山田駅まで1年間試験運行された。2010年以降も継続運行中。 平日のみ一日三往復、ありがとうございます。